新樽井駅は、かつて、岐阜県不和郡樽井町大石にあった、日本国有鉄道東海道本線の駅である。かつて、東海道本線大垣駅関ヶ原駅間の、迂回線にあった駅である。この線路は、下り列車専用であり、停車する列車も降り列車のみであった。1986年11月1日の、ダイヤ改正時に廃止された。新樽井駅上空写真国土。 交通省国土画像情報をもとに、作成東海道本線には、大垣駅関ヶ原駅間に、最大25%パーミルの急行バイク間があるが、蒸気機関車時代にはそれを克服するため下り列車は、大垣駅に一旦停車して、補助機関車を連結する必要があり、牽引定数も限られた。太平洋戦争中の貨物列車の輸送力増強のため、 下り列車専用の勾配管は別線を建設することとなり、その別線上に設けられたのが当駅である。そのため上り列車は設定されず、下り列車しか停車しなかった。樽井駅を通る樽井線と区別するため迂回線を新樽井線と呼ぶことがある。当駅から上り方面に行くには、一旦関ヶ原駅まで行き、同駅で上り列車に乗り換える必要があり、逆に、 関ヶ原駅以西から当駅に行くには、一旦、大垣駅まで、上り列車で行って、下り列車に乗り換える必要があった。そのためこれらの経路で乗車する場合は、運賃計算の特例が適用されていた。当駅の開業直後は、従来のタル駅経由の下り線を撤去し、すべての下り普通列車が当駅経由になったものの、利用者は少なく、逆に利用客が多いタル駅は、 大垣方面からの列車がなくなったことで帰って、不便となったことから、利用客救済のため、樽井駅との間に連絡用の省営バスを走らせた。だがそれでも、不便さは解消されず、終戦後の1946年に、南荒尾信号場樽井駅関ヶ原駅間に、再び上下共用の単線を上り、本線に並行して付設し、下り列車に限って、 当駅経由とタル駅経由双方の普通列車を運行した。しかし、次第に大半の下り普通列車が利用者の多いタル駅を経由するようになり、当駅廃止直前のダイヤでは、大垣発関ヶ原方面域の定期普通列車28本のうち、当駅に停車するのは6本のみという状況であった。乗客の流れとして、岐阜、名古屋方面に向かう乗客が多く、 下り列車しか停車しない、当駅を利用する乗客が1日平均8人と少なかったというのが廃止の理由の一つである。廃止が決定した際、地元住民からは反対運動すら起きなかったという。当駅廃止以降、この区間を運行する下り定期普通列車は全て樽井駅経由で運転されており、新タ井線を通る列車はなくなった。しかし、タ井線は 線路等級が低く最高速度が時速8 5トルに制限されていることから、下り列車は貨物列車の他に特別急行列車も新たる線を経由している。駅廃止後も木造駅舎は残されていたが、1998年頃に解体された。その後も敷地内は桜並木を含めそのままになっていたが、2014年で JR 東海により整地がなされ、 すべての木を伐採し行動からの立ち入りができないよう、柵が設置された。現在も、プラットフォーム跡が残っており、かつての側線の一部が、保線機械の留置に使用されている。1902年東海道本線伏線下完了1944年、下り線が、迂回線となり、新樽駅設置。旧下り線は撤去。樽駅は、上り列車のみ、新樽駅は、 下り列車のみ停車。1946年下り普通列車を、樽井駅に停車させるため、樽井線を新設。1986年から新樽井駅廃止。ホーム後通過線と対比線の2線があり、対比線に短式ホームが1面あった。廃止時点で、大垣駅管理の無人駅だった。民家が数軒あり、駅に隣接する形で委員が立っている。 2020年現在も樽井町巡回バスが委員前を経由している。かつては名阪近鉄バスが新樽井駅前まで路線バスを運行していた。樽井駅まで直線距離で約 3km 離れていた。日本国有鉄道東海道本線、普通大垣駅新樽井駅関ヶ原駅。ありがとうございます。